れこれ300回以上さ、一度も喫茶付き。プルルえもう一回行こう。私たちかれこれ300回以上さ、一度も欠席キス始めましょう。もう言えないんだけど、もう始めようよ。休まずって言うわ。うん、私たちかれこれ300回以上さもうできないよ。もうもうできない、始められない。もう一回行く、絶対次は行くから。ちょっと待って、笑わせないで。何もしてない、私は。やめて、本当に。頑張るから。ええ、なんでカットしてくれないの。いや、最初はカットしてくれようとしてたじゃん、スタッフさん。だってさ、一生懸命さ、こう何回もカットしようかなって思ってくれてたよ。ただだってずっと笑ってんだもん、だって。もう言えないことに対してズボっちゃって、新しい同じ台本行きます。使い回せる、どう使い回せる。次は絶対、もう来週は絶対ちゃんとやってください。もう一度も欠席せずに言えた。一度も欠席、もう来週頑張ってください。本当に何が言いたかったのか分かんないよ、誰も。ね、どんな次もね、だから来週聞いてもらおう。来週聞いてもらおう、これ。再来週か、再来週聞いてもらおう、これは。あー、ダメだ。あー、もうお腹痛い。はい、ピクシスの伊藤美久です。それ、たまえです。ミーティングします。うん。はい。はい、じゃあ この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。はい、毎週水曜日はリスナーの皆さんから届いたメールを読みながらまったりしていきます。もうちょっとつぼっちゃってるから、つぼっちゃった。もう何聞いても今面白いと思う。そんな時に普通歌が読めるなんて幸せだよ。ピクミンネームマルルンさんです。みくもし、こんばんは。こんばんは。先日、鉄道女子 YouTuber4 人が繰り広げるトラベルドラマのトレインカルテットの情報が公開されましたね。そうだ。ね、ミックは電車に魅了されて YouTuber、正統派新米アイドルの中井すずちゃん役。モイシャ、将来の夢は車掌さん、電車の愛ならどこまでもの、久米川子猫ちゃん役でしたね。今後の展開が楽しみです。そちらのサイトでミックの新しい宣材写真が公開されていましたね。ボブヘアがとても似合っていて、すごく可愛い写真でしたよ。そしてモイシャは、そろそろ宣材写真を撮り直したいなとか思っていたりしますか？あ、撮り直した。そう、なんなら二人でね、撮り直したんですよ。撮り直した。でもまだセレクトしてない。そういうことなんだ。そう。あ、だからそのまんまなんだ。そう。あ、もうか、この時点で一緒に変わってるもんかと思ってた。見たい、新しいミクのやつ。遠いな。遠いな。ちょっとミクあれもらってきて。え？まあ、わ、こんな感じ。ありがとう。ありがとう。ミクの画面が割れとる。ミクじゃないのよ。その写真はミクじゃなくて。ミクの画面、ミクの画面が割れとる。ちゃんこさんの携帯が割れちゃってるんですよね。すごい、ど真ん中割れてるじゃん。うん、すごいいい場所割れちゃってる。あ、かわいい。本当だ、新しい洗剤だ。え、なんか一斉のせいで変えようと思ったのに後出しなんかずるくないですか？いやいやいや、え、なんかずるくない？いやいや、先出しの方がずるいって。え、いや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 。いやいや、絶対ちょっと様子見ようじゃん。どんな感じで。そういうことミーティングせよですよね、確かに。いや、なんで、いや、いや、一緒に変わるんじゃないの？私じゃないもん、それをやったの。え、一緒に変えるんじゃないの？だって一緒の日に撮って、なんか同じタイミングで変えようねじゃなかったの？タレントみんな。え、違ったの？なんで先にだ、え？別に？決まったら先。決まったら先？いや、にしても一緒に出るやつだったら一緒に出せいってなるやん。一緒にね、ちょっと恥ずかしいじゃん、一人で変えたみたいなさ。違う、そう、変えてきたから変えちゃいましたじゃないのよ。撮ってんだもんだって。みんな撮ってるからね。私だけが先に出したわけじゃないから。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。あー、面白い。
年齢差埋まったってこのミクとこの私同い年このミクとこの私同い年年齢揃えられたのに事務所内で年齢揃えられたピクシーズの年齢差いらないなって潜在このままだったら永遠の私22歳3歳ぐらいなんだけどそうだよあ最高早く早く変えてくださいよ豊田さんのもなんでなんでなんでセレクトできてないからセレクトできてないからだってえやだあ自分で選びたいんやないか自分で選びたいんやないか私自分で選びたいタイプじゃあ自分のせいじゃないですかもう早くやってお願い頑張るうん、頑張って頑張る、うん、楽しみにしてますよ、うん、はい、はい、じゃあ次はい、ピクミンネーム参加を BGA 堂さんからなんて言った何言ったあの人なんて言った参加を BGA 堂さんか、うん、ですみくもしこまこんばんは先日もいしが空気階段の踊り場の紹介ツイートをされていましたが番組のディレクターさんにリツイートされていましたよいつかゲストに呼ばれるかもしれませんねそこでお二人に質問ですゲストとして出演してみたい番組はありますかおお借金してないからゲストで行けない借金してないと出れないんだあそうなんだなかなかヘビーな体験談持ってる人たちが多いからね、うんうんはあはあ、なるほどね、うんでもそれこそ出たい、でも大好きだもんね大好きでもやっぱ芸人さんのラジオは出たら邪魔するからリスナーでありたいなるほど、うん、テレビ番組とかでもいいんじゃない出たい番組だから番組ね私ずっとやりたいのがさ、うん、有吉の壁の佐藤しおりさんのとこポジションいいポジション一番おいしいポジションさあそこになりたくてなりたくてしょうがないの見ててでもしおりちゃんはもうあれはしおりちゃんの座だからいやそうなんですよあの全てをやっぱ笑顔でねそうもう笑顔でね幸せ癒しオーラというかそので誰も否定せずねそうそうずっと笑ってくれるそうそう最高なんだよなあれいいポジションだねやりたい楽しそうだもんね判定はみたいなやだって足舐められても笑顔でそうあそこ見た時にあもしかしたら本当にこの方しかできない仕事なんだってミクあれできるあれはできませんでしょ本当にすごい人だって思ったドクターフィッシュみたいな流れで足を舐められてもあれはいけないですよすごいです否定しないんだよねえいやーあれは素晴らしいあれでやりたいですねあれでやりたい、うん、なかなかねあ、もういいはい、はい、今日は以上になります引き続き私たちへの質問番組の感想などどんなことでもいいので送ってねピクシスの夜空の下でミーティングお送りしてきましたピクシスの夜空の下でミーティングそろそろエンディングのお時間です番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージそして各コーナー宛てのお手寄りをお待ちしておりますメールアドレスはすべて小文字でpixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net ピクシスの綴りは pyxis ですはいということで第339回目の放送いかがでしたでしょうかうーん出たいななんか笑ってほぼ終わったわ今日ほんとだよなんかずっとなんか今日もさずっと笑ってたねやっぱもう一回壺に入ると抜けないんだよねいやそうだよゲラっちゃううん笑ってはいけないとかドキュメンタルとか絶対無理絶対無理は、まあ、私もそれは無理だった女子メンタルすごかったよねすごかった見ましたけど本当にみーちゃんに拍手だったあれはもう本当素晴らしい猫ねともさんはもうすごいことをしてたけどすごかったねジニーちゃんみたいになってたああいうの見るってやっぱ見る側がいいかなってなって結局バラエティもお笑いも見る側がいいなあれは天才が出るものですねすごいテレビっていうのは、ね、尊敬したはい、はい、それでは今夜はこの辺でお別れですここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でしたまた明日この屋上で会おうねバイバーイ